いばみのラジオあの丘を越えたら あと、アトピアノのみのりです。トランペットオカリナ奏者の茨城智博です。この2人でお届けしている youtube でのラジオ企画今回は2024年4月28日配信の第76回です。 前編を私みのりのチャンネルから、後編を茨城さんのチャンネルから配信しています。動画説明欄に後編へのリンクがありますので、前編後編続けて聞いてみてください。はい、よろしくお願いします。誕生日おめでとうございます。ああ、ほんまやね。二十八、二十七かな。そうです。二十七です。二十七です。ありがとうございます。ますえ、え、まさかついに。<laughs> お、ついに。<laughs> ついにだね。おお。 よく生きてきましたね。あの四十です。偉い。うん。四十を迎えております。いやすごいわ。そっか。四十の茨城の初 YouTube ですね。そっか。調子いいですね。いやね四十ってやばくない？すごいとはもう。四十は結構すごいかも。あのなんかその。 子供と大人の境目ってさ自分が子供の頃に大人が何歳だったかみたいなのがなんか僕の中での基準でそれがだいたい40ぐらいじゃん,んでも親が30代だった記憶もあるのようん僕あそう,なんだそうちっちゃい頃に「お母さんって何歳なの?」みたいなことを聞くじゃん,んで細かくは覚えてないけど30何歳だった母親が答えてる記憶あるから 超えてるんだよね。うんって思うとめっちゃ大人じゃんと思ってそりゃ、ねまあ、そ,そうなんだけど、うん、そんななんなな年ですよ不思議だよ、ねうん、いや私も今若い先生が自分の音楽教室で大学を卒業したところみたいなね,あそうだね先生がいてこっちは結構あんまり違うって思わずに接しちゃうんだけど自分がその年齢だった時に。うん 22 23歳で新入で先生になりたてぐらいの時の3 5五6歳の先生を覚えてんですよ35歳かみたいな結構なんかもうすごいなんか <laughs> ベテランの大先輩みたいなそうそうそう全然こういる場所が違う人っていうようなもう印象だったんですよねそれ越してるから越してる、ね、やっぱ向こうからしたら全然違うんだろうなとは思って気を付ける。 こっち側になるとね大学卒業から自分があんまり変わってる意識がないからもう大学出たら一緒じゃんみたいな気持ちになりがちだけどそんな違うんかって思う気をけた方がいいいいやそんなさ40歳になる茨城も語源って面白いなって語語源源あ、ね前回から語源トークを挟んでるんですけど。 すえとねんんかないあの巣がねどうやら鳥のことらしいのまずねカラスの巣も鳥ってことなんだってトトギスの巣もあそうだねきっとでうぐいですよだからうぐいうん鳴き声って意味だろうなでもあいやめちゃくちゃ惜しいうん 泣き声って意味じゃなくて泣き声なんだってうぐいいっっててて泣るんだそうなのその時代の人たちの感覚からうちら今「ほうほけきょ」って言ってるじゃんそうじゃないんだ「うぐい」なんだ「うぐい」って「うぐい」って「うぐい」って泣くすだから鳥だから「うぐいすなんだってそのまんまやう確かにそう言われたら部分的に聞いたら ウィッってなるかと思ってなんだってへ、うん、えー、すごい、ね、どうしてそれ調べたんですか語源ええ「うぐいっす鳴いてるな」って調べた感じいやこれはどっち発信だっけななんか語源逆にだからなんか気になる語源みたいなワードで調べたのかもーへえでそんなことを調べてたら全然調べてないのに舞い込んできた知識があって、うん、はい 結構びっくりしたんだけど僕はみんな知ってたのかなっていうのがまず気になるのと<ー>僕は全く知らなくてでも言われてみたら確かにって思ったことがあってワクワクまず振りなんだけど、はい、これは振りなんだけど大田区東京都に大田区ってあるじゃん大田区の中心にある町が蒲田。 あと大森っていう町もある両方駅があるじゃん、うん、大森と蒲田合わせて大田区なんですって、うん、だから町の名前も結構そうやってくっつけてできちゃうみたいなのあるじゃんでユーラシア大陸って、えー、ユーラシアってさなんか当たり前に使ってるじゃん五、うん、大陸地球上の大陸って、うんうん、北アメリカ南アメリカオーストラリアアフリカユーラシア大陸。うん で我々がまあ日本はちょっと島国だけどどこかって言われたらユーラシア大陸じゃんかっていうので認識してたけど確かにまあ北アメリカはわかる南アメリカもそうだよねって南北アメリカだよねってでアフリカ大陸はアフリカあるじゃんオーストラリアはオーストラリアじゃんユーラシアってどこって思わなかった思ってたけどまあそれひっくるめてユーラシア大陸なんだって思ってたのそしたら語源 ヨーロッパとロシアオーストラリアえっとヨーロッパとアジアアジえ、ユーロでしょユーラシアなんだ、パとユーロッとアジア合わせてユーロシアそんなことと思ってそれさ一番最初に教えてほしいんだけどそうなんでこれを今知ったんだろうって衝撃それ学校の先生も多分知らないんだよ知らないかもしれないねそのたまたまさ読み方がさヨーロッヨーロ アみたいなさアジアだしだからどっちもちょっと変わっちゃってるじゃんヨーロッパがユーラになってアジアがシアになってるからすごい気づきづらいんだけどめちゃくちゃシンプルな語源だと思ってうん素敵ねこありがとう皆さん知ってましたかっていうほとんど知らない説びっくりした っていう話でした。わあ、嬉しい。ええ、ユーラシアってなんだろうって、確かに思うもん。そう、なんか違和感はあったんだよ。なんかそこだけバチンとこないっていうのが。ついに謎が解けました。すごい。はい。いいですね。ということで、今日は4月の2回目ですけど。ちょっと多分タイミングで言うと、前になるんですけど。今収録してる僕としては、つい数日前に、そう、みのりさんのや。 音楽教室エムズミュージックから生まれたエムズバンドっていうんですかキッズバンド子供たちのバンドのデビューライブがねあの、はい、発表会とかではやってたけどそうではなく、うん、町田のライブハウスでデビューしますみたいな、うん、それ見てきましたよ。<laughs> どうでしたかいやーまず うん、あのとっっっても楽楽ししかかたたですやっぱりねそのこのラジオでも話していたし、うん、発表会も見てたしそんなライブがどんな感じになるんだろう,、まあうね、どんな感じになるんだろうでいうと、うん、想像できる部分もあるんだけど、うん、でもやっぱその場にいたいというか体験したいっていう気持ちが僕は多かったかな。そこで何か感じるものを 得たいなと思って興味もあるし、うん、行ってきましたね。はい、すごくあのなんだろう。刺激にはなりました。確かにそうですかなんかアイディア湧きましたか、うん？具体的にはないけど、うん、<laughs> <laughs> まあでもやる気が出るね。まず、ね、うん。やっぱ自分も頑張ろうって思うし、ううう負けてらんないもあるし、うーん。ああ それは一番あだからすごい忙しいんですよあの、はい、意外と僕ってなんかいろんなことやってて <laughs>、うんうん、でそのライブも、うん、あの時間は空けれたんで全然いけるんだけど、うん、どうしようかなみたいなそのいついつまでにやんなきゃいけない仕事が結構あったりする状況ではあるんだけど、うんうん、いやこれは行った方が進むと思って、うんうん、ある。よねそその時間をただ 闇雲に使うよりも、うん、もう時間犠牲にして町田まで行ってのおかげでちゃんと帰ってからも仕事したし素晴らしいあよかった、うん、それはできた本当によかったです、はい、どうんとね、うん、まあえっ、ー、と最終的にこういうふうに、うんえー、なるだろうなっていうところまではいけた、うん どっちもだから手放しにもう最高今回だけを成功させるってことがまず目的じゃないから、うん、手放しに良かったおしまいにはならないんですけどやっぱりたくさんたくさん次へのヒントがまだまだあるし結構もどかしく思うことも正直ここまで来る間にはあったんで。う あでも全体を通して想定外すぎる何かが起こるとかってことはなかったし、うん、成功とは言えると思うんだけど今回1回目にして、ねはい、まずそもそもなんでこの企画をしたかっていうと伊庭さんも最初に子どもバンドをやろうって時に見てくれたと思うんだけど、うん、発表会2021年ね、うん、4年前か、ね、3, 3年前、うん、の時から子どもバンドっていう企画を発表会の一角でやってたんですよね。はい、それは あの今までプロのバンドベースやドラムを後ろにつけての発表みたいな場は、うん、ずっと小さい頃からやってくる、うん、いる子が増えてきた、うん、でだんだん大きくなってきてもう自分たちでこうそれぞれに違う楽器ピアノ以外、うん、ピアノや歌以外の楽器パーカッションだったりドラムだったりベースだったりギターだったりを あギターとかはでもそっか子供もバンドのために始めたみたいなこともあるんだけどだいぶいろんなことを柔軟にできるようになってきてる感じがしたし、うん、もっとアンサンブルっていう感覚をあの自分ととして持ってほしい、うん、後ろで誰かがやってくれてるじゃなくて自分たちでやるってことを経験してもらおうと思って。 で,発足したんですね、うん、で3年間やってきてその子どもバンドの企画はもう発表会だし、うん、私が関与発表会っていうのは本来先生がいて、うん、先生に教わったことをベースに演奏するものだけどそれはもちろんやってるからそれと別でその,そのバンドに関しては逆にノータッチで行きますよっていう企画。 だからアンサンブルの大切さもそうだし、うん、いわゆる自主性というかう、ね、自分で音楽のこととか仲間とのこととかを考えるっていうことが、うん できる企画だ,ったんだね,そうですね絡み合いっていうのが、うん、やっぱりバンドって言っても編成によって使う楽器違うから、うん、その編成ぴったりの楽譜があるわけじゃないっていう中で自分たちどの楽譜を使うかも考えるでどの誰がどのパートを担うのかっていうところもコミュニケーション取らないと成立しないから、うんうん、そういうところをまあ体験してほしい 全部大人が準備してくれちゃうもんね、うん、そう自分のパートだけやってればいいってことじゃない、うん、ことをね、まあ、それで最初すごい感動的だったんですよね一、はい、回目の時は、うん、ここまでやれたんだん子供たちだけでっていうのがあったよね二年目三年目ってなってだんだんとこうステージパフォーマンス的なところも考えているんだなっていうのが見え始めて、はいはい、で ちょっとそろそろライブハウスで、うん、や見てみたいなって私が思ったのをきっかけにうん、うん、それをみんなに提案してみたら、はい、まあどうなるかわからないけどやってみたいっていうのが11人いたんですよね。うん、で町田のライブハウスがまあ最適かなって思ってうん、うん、いろんなところ、まあ、場所的にも。 でグランドピアノもあるしいろんな楽器も貸してもらえるバンドができるっていうでかすぎなくてちっちゃすぎなくてすごい素敵なお店だった「あのイントゥー・ザ・ブルー」っていうねなんか知り合いが結構出てたりするから名前は聞いてたんで気になってたんだけど明るくていいねそうですねじゃあやりますかいつかなんかやりたいと思った。ジャズのお店って 良くくもも悪ななんだけど暗いいじゃですそうねちょっとダーティーな感じになりがちだけどあそこすごい明るくていいなと思ってそうそう子どもたちがやるにもちょうどいいなってライブハウス感はあるけどダーティーすぎないっていうちょうどいいと思たそうそうそうでしょだから探す時もね結構ね難しかったですよえそうだよねないもんあんな感じのそうですよねでまあそこを4時間撮ったっていうところまで私がやってはい であとは、まあ、なるべく子どもたちにっていう感じだけど、うん、それでも発表会は何が起こってもいいけど、うん、もう一般的に開放していろんな人に見てもらおうっていうんだったらうん、うん、あのできなんだろう甘い出来、はい、で,ではいけない、うん、うんっていうのもあるし、うん、その本番に向かうまでのプロセスも考えることがまるで違う。 そこを何が必要かっていうことを、うん、とにかくみんなに考えてもらって出して欲しかった、うん、なるほど、うん、っていうスタートである程度その意向も親御さんたちにも伝えてスタートしたんですよね、はい、でその11人もみんなが知り合いで仲良しかっていたら、うん、そうでもなくて、うん、仲良しのメンバーもいるけど大きい子とかはあの 全然そのピアノコゴスペルでゴスペルとピアノコースとかってちょっと隔たりがあるんでやってる会場も違うから。でゴスペルをやっててしばらく何年か休んでて高校生になって弾き語りでちょこっと通い出したみたいなそういう子とかもいたしソルフェージュだけやってたみたいな子もいるしなんか全然面識がない人も結構いる中で,で年齢も違う。 上は大学生からでも大学生は一人だったかな一人で下はあ二人ああっていうか翌日から大学生の時にそうそうギリギリねそうそうそう下は何年生 ?5 年から6年の間小学生小学校5年5年ですねだからまあまあ終わりだけどそうそう小学校5年から大学1年までので間に中学生もいれば高校生もいればうんだから結構 私が最初の話し合いと最初の練習に行ってないんで、はい、状況がしっかりは見えなかったけど、うん、まあ苦労してましたコミュニケーションを取るのにまあね、うん、そうでしょうねそう「うん、てんてんてん」なっちゃうみたいなその、ね、好きな曲もそれぞれあるしうん、うん、違うだろうしうん、うん、やりたい楽器もあるし、うん、できることも違うし、うん <laughs> それをまとめる人が誰なのかとかねそそそそう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 、うん、だからじゃあ誰が何がかりねとか、まあ、何がかりが必要かっていうところとかも。うんはい こっちが提示しちゃえば、うん、まあスムーズだったでしょうけどうん、うん、そこを考えてみてほしいっていうのがあって、うんね、まあ例えば、ね、本当に自分たちでライブしようってなって23、うん、人とか4人とかそういうグループでやるとしたら、はい、あの一生懸命考えると思うけど、うん、逆に11人いるっていうのが人任せを生むんですよね。 ほんと人任せちゃいけないよっていうことばっかりずっと言ったし、うん、あの私あんまり他のことを今まで関わらずにやってきたのにうん,、うん、なんか言,え言いづらくて思うことがあるんだけど言えなくてみたいな個々に喋ったりとかしたんでそういうこともあったりして、はい、そう最初はまあ不穏な空気が漂ってる。うん <laughs> 時間もありました、はいうん、やりたいっていう気持ちはある中で忙しいのにとかっていうのも出てくるし、うん、そう多分こんなは,はずじゃなかったと思った人もいたと思う最初うこんなはずじゃなかったって思ってる人もいると思うけどっていう話をして <laughs>、うん、そうまあそういうところをあのやるって決めたんだったらある程度で,できないんだったらできないんですっていうことをまず発信しないと伝わらない。うんうん だから連絡とかも LINE とか大変なんだけど反応するしないみたいなでも何か投げかけがあった時にそれでいいんだったら分かりましただけでもいいんだからそうしないともうそこで止まっちゃうっていうのが何度もあったりね。めちちちゃゃく社会勉強でもあるよね縦のがりょっと年の 幅広い世界でコミュニケーション取ってどうやって円滑に進めるかとかってねうん、うん、なかなか学ぶ機会ないかもしれないもんね。そそううですよね、うん、そう年齢が違うからやっぱり求めることもやっぱ違うから。うんうん、はい 5年生6年生の子に自分ごとで考えてやれって言っても、うん、まあそれは確かに酷かもしれないけどうん、うん、上の人たちがそういう姿勢を見せていくことで下の子たちも学んでいくわけだし自分ができることを考えるっていうことをとにかく、うん、私それ言われてないから知らないから私の責任じゃありませんみたいなスタイル。うんうん 態度っていうのはやっぱり橋橋に出てくるんだけど、はい、それをもとにかく潰ししていきまその態度が問題なんだよっていうことだから最終的に1、まあ、個ずつしゃべっちゃうとめっちゃ長くなっちゃうけど、うん、前日のリハーサルに行った時に1回目に通した時、はい、確かにだいぶ懸念点は、うん、演奏面での懸念点は、うん、まあだいぶ。 ステージにはまあ出れるかなっていうところにまでは来たけど、うんはい、本域でやってねってまずもうこれ本番だよって言って全然その「てんてんてん」テンテンテンってなっちゃったり、うん、まず曲演奏終わった時に。はい そう,だ,、ね、そうだから演奏終わって音が止まったら「うん、はい」みたいな,なんか動き出して次のところを準備しようとして <laughs> <ー>それじゃあねあの、うん、終わったかどうか分かんないからはい、はい、あ最近のおしゃれな曲って途中で終わったみたいなこともあるから「え終わったの?」みたいな、うん、拍手していいだからあのお客さんがいないのにいることを想定するのは難しいかもしれないけど、うんはい、とにかく。 考えないとでまあとにかくその終わったよっていう顔をするとかありがとうございましたって言うとかまあみたいなそういうことはあのアドバイスしてそうだねそういうこともね想像しないとわからないし体験しないとわからないもんね。M.C. も一生懸命やろうとしてはいるんだけどえ誰々の番じゃないのみたいな別に誰々の番とか関係ないから見てる人はさでもそういうのが あるし、はい、あの話の中で自分はどこのバットで喋るっていうのが決まってるから、うん、そこを喋ってるけど「エムズミュージックの発表会で」とかっていうエピソードが出るんだけどまずそもそも一番最初にエムズミュージックの中で結成されてるバンドだってことを説明してないのにそういう話が出てくると、はいはい、まず何の話してるか分かんないよねとか。うんうんうん もう結構こうでもう一回その、はい、次のもう一回通すから、うん、その間に、まあ、今日中にできなくてもしょうがないから、うん、でもあのお客さんがいるっていうことを、はい、とにかく考えて伝わるかどうか。うん うん、あ,あとは茨城さんもあのアドバイスで本当に同じことを言ってくださったんですけど、うん、その曲の説明を一生懸命しようとするんだけどうん、うん、その曲のエピソードが正しいかどうかっていうのはそんなに問題じゃなくて、はい、ここでは、うんうん、なんであなたたちがこれを選んでるかとかどういう思いを乗せてるかっていうのを別に上手にする必要ないんだから、うん、自分の言葉であのその。 MC を「頑張れ」っていうのは、うん、流暢に喋りなさいという意味じゃなくて、はい、えーとうーんってなっちゃってもうん、うん、自分の言葉で喋っている方がずっと人に伝わるから、うん、だし「<laughs> てんてんてん」ってなっちゃった時に周りの人がフォローするとか、はい、なんかこう自分が喋りたいことが喋り終わってるのに準備が終わってないとまた「てんてんてん」ってなっちゃうとか。<laughs> うん あの次が誰みたいなのも、はい、別にこう「何々ちゃん次お願いします」とかって別にステージの上でも言っていいはずなのに、うんうん、そういうのをなんかやっぱり変にかしこまろうとしてるところがすごくあってせっかくの若いエネルギーが全然こう発されてなかったんですよね。そ、うんねうん、そう、うん、本当にそれじゃあ 大丈夫みたたいな本当に前日そうだったんです <laughs> <ー>でこの間にそれをもう一回考えてごらんって言って10分15分演奏面でもちょっと心配なところもあった人にはここにやったりとかして、うん、15分ぐらいの後の最後の投資うん、うん、これで最後の最後の投資っていう時に全然違ったんですようん、うん、1>, 1回目と。<ー>えこんなに伝わるのみたいな。<laughs> イメージできたんだね<う>きっとその目の前のお客さんが、うん、そうそうですね<ー>でステージの上で本当に生き生きと、うん、あのちゃんとあそうそう絡みがなかったんですよ子ども同士のしゃべりの最初もっとその、うん、お客さんが何を聞き知りたいと思うってこの子がどういう子でとか最初に名前だけ紹介しても、うん 11人もいたら覚えられないし誰がどういうキャラでみたいなのが見れるのが面白いんじゃないのかなって言ってそしたらすごい絡み合いとかしだしてんか私が思うのはもっと男子に喋らせた方がいいよってなるほど一言も喋ゃらなかったから男子う偏っちゃうしね男子がこうたどたどしくえっととかって言ってんのが楽しいんじゃんって言ったらだんだんその「渡る君にどんどん振ろう」みたいな言い出して。 ですごくいい感じになって、はい、底力を見たなって思ったんですけど,なるほどたださやっぱりこうなぞってる感覚に一回そうやってやっ、うん、うまくいくと翌日ななぞってるるる感覚になる場合があるから <laughs> 昨日のあれをやろうとしそうそう。<あ>だから同じじゃなくていいから、はい、その時の,あの、うん、大事にしてねっていうことを伝えたけど、うん、まあやっぱり翌日。うんはいはい あのそれを超えててははこななっ,たっていうのは正直なところ <laughs> 前日のリハの,そのラストリハが一番その回ってたんだうまく、うん、まあでもまあ同じぐらいっていう感じ<ー>そ,のそれを踏まえて、はい、もうちょっと最後の曲の前にもうちょっと振り返りが欲しいよねとかあ<ー>私がアドバイスしたことは一個も変わってなかった <laughs> っ <laughs> 正直変わってないんかいと思ったし全然男子にも喋らせてなかったからあ<ー>えっと思って最後の最後だけちょっと。 あの渡るくんに喋らしてって<ー>でまあ渡るくんだけじゃなく喋ってない女子とかも何人か多分いたからあんまり喋ってない子にふっ 欲しかったけどまあそこまでは多分気が回らなくて、うん、最後になんか謎にわたるくんばっかり振るみたいな時間が <laughs> 確かに急に振ってたそうそうそうあってまあそれはそれで<う>でもそれを踏まえてもんか決められたことを読むとかじゃなく、ね、自分の言葉で人前でしゃべるっていう経験ってああいう年齢の人はね、うん、ないから、うん、みんな堂々としてるし全然緊張してますみたいな感じ出さないし、うん、かなり。 かっっこいいなぁと思ったっあの、うん、そうだね自分の言葉で喋るで言うと、うん、あのそっかって思ったのが、うん、あれ最初に最後に言った最初に言ったか忘れたけど「うん、本日は暑い中お越しいただいて」って <laughs> <laughs> 言った子がいてその日3月31、うん。 でしょ、うん、で僕はねあの季節の代わりについていけてなくて <laughs> ウルトラライトダウンを着てたんですよめちゃくちゃ暖かそうな格好してましたよ、ね、<laughs> すごい暖かそうな顔し格好していったら「うん、今日は暑い中って言われて <laughs> あ子供はもう完全にそっちなんだと思って3月に暑い中って言わねえよなと思ったけどだからこそあれって素直な言葉だなと思ってそうですねうん し、あのそう今の話聞いてで僕は本番だけ見てるからあ確かにそうだったなみたいなのがいっぱいあるからちょっと本番どうだったかの話を後編にちょっと取っていていいですか。これ前編もしかして。そう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 はい。ちょっとさらに実際の本番がどうなったか聞いていきましょう。はい。なので続きは後編の方で聞いてください。説明欄のリンクから。 飛んできてください。はい。ここまでのお相手は歌とピアノの実りと。トランペットをかりな奏者茨城智弘でした。ありがとうございました。